それではハウンドドッグの浮気なパレットキャットの解説をしていきます。キーが D やね。まあ D7 っていうか D。 まず頭に D7 で、まあ D でもいいんですけど、こういうアームを使ったまたみたいなのが入ります。これで、まあ、こういうあのちょっと跳ねた感じの、これがまあ基本的にはコードは D でやってるんですけど、これをまあ別に D を全部押さえ、1弦2弦は弾かないんで、2弦、3弦の2フレットだけ押さえて、これをまず、4の0ベース音になる4の0で、これで3の2で、今度4の4弦の4を押さえて、これでまた3の2これで今度また、今度は4弦の0でまた2で、これで5弦の3をクォーターチョーキングぐらい、でチョーキングした後に5の0を入れてもいいし、まあ入れなくても、みたいな感じで、こうちょっと早いですけど、これで、1回目こういうのが一瞬入るんです。これは、4弦の320フリング、こんな感じで、で次が今度、最後 A に移るときに、5弦の3をクォーターチョーキングして、5弦の0で、5弦の0はプリングやね。これで A、 こんな感じで、これでまあ、まず D7 で、 D7 が D でもいいんですけど、タラララタタラタラララタララということで D7 で、これで1回目のオブリが、まずこの1弦2弦、違うね、2弦3弦の3弦の2と、2弦の3、これをダブルストップで、で弾いて、3弦だけ4を押さえる、で単音で、2の3、3弦の2で3弦の4、4弦の4、3弦の2、こんな感じで、次また D7 で、今度 A を弾いて、 A を、人差し指で A を押さえて、でこれで4弦の4で単音で、こういきます。3弦の2、4弦の2、4弦の4、5弦の4で4弦の2、G で、この次が G シャープディミニッシュやね。まあ G はこれで弾いて、ディミニッシュはまあこういう6弦から弾く方法もありますけど、この、まあ、4弦から下で、4弦と2弦が3フレット、3弦と1弦が4フレットを押さえます。こういう音、こういうちょっとこう不思議な音、
よくこうコードのつなぎに使われるんですけど、これで D で B B B やね。で E マイナー A7、これでまた。それでもう一回また D7 で、それでオブリがこういうのが入ります。まず1弦2弦の10で2弦だけ10に押さえる。それでもう一回でやって、最後3弦の10から11やハンマリングみたいな感じで、でまた D7、 次がなんか入れとんの、他にこうこういうの入れとるんかなと思ったら単音でやってるみたいなんで、まあ単音なら4弦の6432といきます。じゃあ6542かな、6542やね。で G で、G シャープディミニッシュで、また D B E マイナー A7 で次に E の入れて、これから浮気のあの子がパレッキャーっていうとこへね、ここが G で、G をやって次、次が D、D なんかな、 D のところがこれが3弦の7で、4弦の979、これを2回やねみたいな感じ で次 E マイナーやね。この時もこれを1フレット高音弦側へずらして9のところで、9と11フレットあたりでやります。でいって、これで G、 あ G じゃない A7、 次がこういうのが入っとるんやけど、これが2弦の8と1弦の9、あるいは、3弦の6も一緒に押さえて、こういう形でもいいんですけど、これまあ、A7 の中の3000音っていうインターバルが G7 の特徴のあるインターバルの、まあ何ていうの、3度と3度と7度、3度と単7度の音程関係でこうなんか不安定な音を作るっていうので、これがセブンスコードの独特の音遣いなんですけど、まあこういうのになります。これで何やったっけ、でもう一回浮気のある子やね。僕まあたまにこっちでも弾いたんですけど、これ4弦ルートの G コードになります。それの4弦を抜いて3弦2弦1弦だけで、3弦と1弦が7フレットで2弦が8フレット、この D の形がこうずれてきた感じで、これで、G、 G をで、あの子は浮気なパレッキャー言うとこやね、浮気なパレッキャーっていうとこで一瞬この C の音が入るんで、これをまあ僕は省略コードでやったんですけど、まあ A の省略コードとこの C の2弦から4弦の5フレットだけ押さえて、これでまた A、これでこれの次が
で入って A のこのソロに入る前にこのこれはまあ A を押さえて4弦だけ4フレットを押さえたり離したり、これを早く、こんな感じのソロで、ソロがまず、1弦2弦の10と3弦の12のチョーキング、これを組み合わせてこんな感じでいきます。こんな感じ で次がこれが、2弦3弦の12をチョーキングして下ろして10で4弦の、12で次がこういうフレーズを2回やります。1弦3弦2弦の10で4弦12、これでまた3弦2弦10、今度3弦2弦12をチョーキングして下ろして10で4弦12、これを2回、まあ、いくと、でこの次がこういうので、4弦の7から9へハンマリングして3弦7、3弦9をチョーキングして1弦7、2弦の10、8、7とプリング、プリングあるいはまあ弾いてもいいんやけど、何でもいいです。でやって3弦の9をチョーキングして下ろして7、9やね。ここでこういうのもいいんやけど、まあ最終的にこういうの行くんでこっちへ移って、2弦の3、5、4、3とプリングを2回やね。このプリングで5、4、3、5、4、3、これで3から5へスライドして、その時に1弦の0も鳴らします。で2弦、2弦の2、こんな感じに聞こえてるっていう感じで、これでまだこの G7 独特の1弦の13と2弦の12、これをちょっとこうビブラートを激し気味にやって、3弦の14へスライドで2弦の13、14、15、じゃあ2弦の13、15やね。で1弦が13、14、15で15から17へスライドして、で15、14、2弦の15で1弦2弦の12をバレーして、1弦だけ14から12、まあそうね、バレーしといて14を押さえて、ここで鳴らしてもう一回離したところで鳴らす、で最後が1弦の17、1弦の14で、D のハイコードを押さえてビブラート、
アームでビブラートね。これが D のハイコードが、4弦12、3弦11、2弦1弦が10で、最後にこれが1弦の13、12、10へプリング、2弦の13、12、10へプリング、2弦の、19、8、3弦の19、7、これで A、まあ、でまた歌に入ってまた D7 で1回目のフレーズがあんな感じで、1弦の1弦2弦の102回で、1弦2弦の12で、もう1回1弦2弦の10で、3弦の11で、2弦の12と1弦の13でまた D7 で、今度は、3弦の6から6、7、8、9とこうスライド気味でみたいな感じで、これも多分単音に聞こえたんやけど、これで G、G シャープディミニッシュ、 D、 B、 E マイナー、A7、 これを2回か3回繰り返すね。これとこれやって、ここからこのタラッタンタンタンタラン、この部分ね、この部分を2回か3回やるんやと思ったんやけど、ちょっと回数忘れたね。で最後が、タッタン、あの子は浮気なパレットって言って、で D でウーパレッキャウーパレッキャ、こんな感じね。この最初のこれが1弦の、8と2弦の7で、次が1弦の10と8で、最後が D コードをまず5で鳴らして、コード的には D、F、E、E フラットで D、で行って5フレットで、次が、8やね、5、8、7、6、5と戻ります。ということで以上です。